皆さんこんにちは。2019年度土木学会企画部門主査理事の小澤和正です。この度中期重点目標達成のための土木学会5カ年計画 JSC2020 から2024を策定しました。今日はこの計画の概要と計画を推進するために新たに立ち上げた4つのプロジェクトをご紹介します。企画委員会幹事長の岩波です。まず中期重点目標について説明いたします。中期重点目標は土木学会の設立100周年を機に2014年に策定された社会と土木の100年ビジョンに基づき、今後20年から30年の間に達成すべき目標として定めたものです。こちらに示しますように、安全で豊かな生活のための安全安心、質の高いインフラ輸出を通じて世界に貢献する国際、専門知識を公正な立場で発信するコミュニケーション、次世代の土木技術者を育成する人材の4つです。そしてこの中期重点目標の達成に向けて、学会全体として重点的に緊急的に取り組む必要があるものを JSC2020 プロジェクトとして立ち上げました。これは JSC2020 の特徴の1つです。この後4つのプロジェクトについてそれぞれのプロジェクトリーダーから説明してもらいます。首都直下地震や南海トラフ巨大地震、大規模複合災害など国難的災害の発生が危惧されております。これらの災害から国土と人々の生命や財産を守り、生活環境と社会機能を維持するための方策の提案が本プロジェクトの目的です。具体的には他の多くの分野の研究者と共同し、時間空間的に連鎖拡大する大規模災害の全体像の解明と課題の整理、これらに基づく対応策と実現のための分野横断的活動体制を提案します。我が国は世界をリードし、さまざまな技術開発によって過去の同程度のハザードによる被害を確実に軽減することに成功しました。その過程では研究分野の細分化と各分野での研究の深化深めることによって研究の効率化が図られましたが、細分化された研究分野の狭間の課題は残され、検討が不十分でした。この問題が顕在化したのが東日本大震災であり、発言した課題の多くは細分化された研究分野の成果や少数分野の研究の成果の融合では解決できないものでした。これらの課題解決には関連する多くの研究分野の連携と成果を融合する研究が必要なのです。東北大学の久田です。よろしくお願いいたします。土木学会の2020プロジェクトとして位置づけられました、メンテナンスの担い手を育てインフラを守るについてご説明申し上げます。本プロジェクトはインフラメンテナンスの着実な実施のための教材人材開発と自治体支援を視野に入れた枠組み構築というサブタイトルに示した通り、独創的で先導的なインフラメンテナンスの実践に関わる取り組みを全国的に展開し、社会実装を進めることで地方自治体におけるインフラメンテナンスの着実な実施を推進いたします。また初学者向けのメンテナンスに関わる教材を開発することで、メンテナンスに関する国民の理解度向上やイメージアップを図ってまいりますので、土木学会の会員の皆様をはじめ関係する各位のご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。以上でございます。素晴らしい人、料理や景色や出来事に出会ったとき、私たちは今、その一瞬の記憶を保存しようとして、スマートフォンを取り出します。車のドライブレコーダー、ペット用のライブカメラ、街中の防犯カメラ、我々の現場もドローンや360度カメラなど、高精細な映像が利用できるようになりました。そしてその映像は SNS やライブ配信を通じて、瞬く間に世界に広がっていきます。さて、我々はこの映像をただ消費するだけで良いのでしょうか。映像を簡単に扱えるようになった今、土木学会のあらゆる活動を記録蓄積して、それらを再利用するための方策を整え、利用条件とともに公開することが本プロジェクトの目標です。独自の発信メディアとして土木学会 TV も始めます。さあ、土木技術者一人一人が映像クリエイターになって世界に伝えましょう。
1983年土木技術者女性の会の発足から2015年土木学会ダイバーシティ&インクルージョン行動宣言へ、土木界で活躍する女性は増加し、さらに違いを尊重した多様性のある状態ダイバーシティと、多様な人が参加貢献できるインクルージョン、この2つをセットにした D&I が共通認識になってきました。現在のこの状態を土木 D&I1.0 と呼ぶならば、私たちは次なるフェーズ、土木 D&I2.0 に向かって動き始めます。2.0 ではインクルージョンの対象は女性だけではありません。言語や文化の異なる人、年齢や身体の特徴、働き方やライフステージが異なる人、このように対象が広がります。いや、ちょっと待って、うちはまだ、というような方、はい、もちろん D&I への取り組み状態は様々です。ですので、裾野も広げていきます。この2つを実現することが JC2020 プロジェクト、土木 D&I2.0 に向けた活動の場とツールを作るです。土木学会に集う様々な方々がご自身の問題として興味を持っていただける活動にしていきたいなと思っています。ご紹介した4つのプロジェクトが JSC2020 の推進役を果たせるよう予算措置と体制整備を行いました。もちろん5カ年計画の目標達成のためには、本部における各部門、機構や支部における取り組みの活性化が必要不可欠です。またこれらの取り組みは会員の皆様と共有し、意見交換しながら進めていきたいと思います。社会や市民のために、地域、世代、価値をつなぎ、未来社会を創造する土木学会でありたいと考えています。このロゴマークは JSC の4つの文字を矢印で、未来への可能性と私たちと様々なものをつないでいます。土木学会は皆さんと共により豊かな未来社会を築いていけたらと思います。